長寿船です。大分3日目です。ただいまですね、別府のねホテルをチェックアウトして、楽天地の方に向かっております。結構ねホテルから近いんでね、もう出てそんなに経ってないんですけど、もうなんか楽天地のおそらく遊具と見られるものが見えますね。あ、もう見えました。カタカナで楽天地って書いてます。多分ね、楽天地は子供の頃に行ったことがあると思うんですけれどもね、もう本当に多分ちっちゃい頃で3歳以下とかだと思うんで覚えてないですよね、普通に。結構ね、動物とかがいるんで、まあ、撮影許可も下りたので、動物のね、名物のアヒル競争とか、あと動物と触れ合えるコーナーとかあるみたいなんで、そういうところはね、ちょっと撮影していきたいと思います。別府楽天地の方にやってまいりました。左側の扉が閉まります。ご注意ください。手前ず急停車することがございますので、しっかりとお席、ご着席お願いいたします。1号車発車。お待たせいたしました。ドリーム号発車いたします。すぐに階段ですので。
仕事気をつけてお降りくださいませ。それではドリーム号到着でございます。左側の扉が開きます。ご注意ください。左側の扉が開きます。ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。お姉さん、YouTube 映っても大丈夫です。あ、YouTube ですか。え、もっとじゃあちゃんと綺麗に上手にやらせればよかった。ダメだったらモザイク入れようかなと。モザイクでいいですか。いや、可愛らしいお姉さんとの手伝ったんで。じゃあ、モザイクでこのシーン使います。はい。観覧車、ダブルの観覧車ですね。まだ何も食ってないからお腹減ってんだよな。どうしよう。なんかここでしか食べられないものとかがあったら食べたいんですよね。